ろんなモノマネメイクしてるとこう共通点って見つかってくるんですよ。美人顔の共通点だったり可愛い顔の共通点だったりとかそういうの分かってくるんですけども、その美人顔も可愛い顔にも共通点されるのがまつげの綺麗さだったんですよ。こうやっぱね、まつげがしっかり上がってるとやっぱライトとこう当たったりとか太陽光で当たったりすると目がすごい潤って見えるんですよ。だからこう第一印象、人と会った時に目がこうキラキラ輝いてるとちょっとなんか魅力的に感じるじゃないですか。だからまつげ次第で目元って本当にすごく輝かせて見せることができるので、結構自分はそこはもう気をつけてメイクしてますね。